皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。BTS ファンから衝撃的なニュースが届きました。一部のファンは、現在兵役中の BTS メンバーである V と自民が軍服を着ずに密かに同じ場所に行くのを見たと主張しています。これは、V と自民が軍の活動から少し休暇を楽しんでいた時に起こりました。幸運なファンは、 注目を集めないようにしていたにもかかわらず、二人を認識することができました。匿名を希望するファンによると、ファンは二人のアイドルが話し合うべき重要なことがあるのではないかと疑っていました。カフェで二人を見ました。彼らは真剣な表情で、何か重要なことを話しているようでした。普通の会議ではなかったことは確かです。ブイとジミンが何を話していたかについて、 ファンの間で憶測が飛び交っています。兵役後のキャリアに関連した何かを計画しているのではないかと疑う人もいました。今のところ、この会合に関して BTS やその所属事務所ハイブコーポレーションから公式な確認はありません。しかし、ファンは V と自民が何を話しても、世界中のアーミーに良い知らせをもたらすだろうと期待しています。V と自民の魅力はファンを魅了し続けているようです。 皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。